中学英語総復習第19回。第1問、次の英文の括弧に最も適する語を1、2、3、4から1つ選びなさい。I don't know how to swim. My sister doesn't. なんとか。正解は4の either ですね。I don't know how to swim. 私は泳ぎ方を知りません。まあ、私は泳げないと訳しても間違いではありませんが、My sister doesn't なんとかで either。私の姉も知りません。つまり私の姉も泳げません。My sister doesn't の部分はですね、My sister doesn't know how to swim の意味で省略されているだけなんです。でも文は完結しています。ということで、1番とか3番、know とか swim という単語をそこに入れても意味がないんです。で、私の姉も知りませんの誰それもまたの部分を何というかという問題だったんです。誰それもまたというのはですね、肯定文や疑問文では to を使うんですね。 too の to を使うのですが、否定文では either を使うということに決まっています。 not either と覚えておくといいのですが、ということで正解は4の either でした。第2問ですね。The money is old to work. なんたら old to work が一つながりの言葉なんです。正解は2番の to ですね。too の to。The man is too old to work。訳し方は2通りありまして、その人はとても年を取っているので働けない。または、その人は働けないほど年を取っています。で、too の to の後に形容詞または副詞が来まして、その後 to の to の後に動詞の原形が来ます。重要な構文なのですが、一般的には to 構文というふうに呼んでいます。訳は2通りあって、とても何々なので何々できない、何々できないほど何々である。ところでこの文はですね、出来上がった文は書き換えが可能です。The man is so old.That he cannot work. これ、so that 構文というのですが、意味はほとんど一緒。その人はとても年を取っているので働くことができません。選択肢3の such とか4の enough はですね、old を前にくっつけること自体ができないんですね。ということで、論外の選択肢でした。はい、続いて第3問。I am old to drive a car.ドライバーカー、車を運転する。運転免許証が必要ですよね。何歳から運転免許取れましたっけ?っていうようなことを考えていくんですが。はい。2番の enough が正解です。I'm old enough to drive a car. この old を年を取ってると訳すと、ちょっと意味がわからなくなってしまうんです。私は車を運転できる年齢に達している、まあ、大人になっているとか、そういう意味ですね。形容詞または副詞の後に enough to が来まして、動詞の原型。これも enough to というふうに呼んでいると思います。何々できるほど十分に何々であるとか、とても何々なので何々できる。本文もですね、書き換えが可能で、I am so old that I can drive a car.形容詞 old の後に続けることができるのは実は選択肢4つあるうち2番の enough だけだったんですね。特にですね、選択肢の1とか4は論外ですよ。 old so とか old very 逆ですよね。 so old とか very old だったら順序としていいと思うのですが、だから意味的なことだけ考えるのではなくて順序がとても大切、そういう問題でした。第4問。As he was very careful, he made mistakes. 文法的な規則だけを考えると2通り可能性があるのですが、意味を考えて最後正解にたどり着かなければいけません。正解は1番の few ですね。As he was very careful, 彼はとても注意深かったので、he made few mistakes.間違いをほとんどしなかった。mistakes というのは複数形ですよね。すると選択肢3の little とか4の a little はもう論外です。数えられる名詞の前につくことができません。
さて、選択肢1とには文法的にはどちらも可能なんですね。ですから意味で判断するしかありません。で、最初のアズの意味をもう一度確認すると、何々なのでという意味の接続詞なんですね。なかなかこのことを忘れてしまっている人いるかもしれませんが、何々なので、 because ほどではないんですが、何々なのでという接続詞です。ということで、とても注意深かったので、じゃあ間違いはどうなの、とても注意深ければ間違いはほとんどしないと考えて、1番の few を選ぶと正解なのです。選択肢2番の a few は少しという意味で肯定的な意味になってしまいます。とても注意深かったので間違いを少しした、それではちょっと意味的におかしいということで、1番が正解です。さて、今回の動画の最後の問題、第5問、ちょっと難しいんです。 Would you like coffee? 会話表現です。ヒントとしては、正解はですね、2番の some more。Would you like some coffee? コーヒーをもっといかがですか?どうぞもっと召し上がってくださいというふうなおすすめなんですね。Would you like というのは Do you want? とほとんど同じ意味で、丁寧な会話表現です。皆さん、want to は Would like to というふうに覚えていると思うのですが、want だけで Would like なんですよ。それを疑問文に使うと、Would you like が Do you want? と似たような意味の会話表現として使われます。ところで、選択肢3の many とか4の few というのはですね、数えることができない名詞、不可算名詞の coffee、 コーヒーを修飾することはできません。ですから3、4は論外ということで、相手におすすめしているので疑問文なんですよね。疑問文とは言いながら、じゃあいただきますというふうに相手の人にイエスって言ってほしいんです。そういう時に疑問文なんだけれども、わざと some を使うことができます。いかがですか、どうぞ召し上がってくださいというような、相手の人にイエスを言わせたい時に some をわざと使うんです。では some more の some に引っかかっている人いるかもしれませんが、それは別に文法的に間違っているということではありません。で、全体としての意味は、今飲んでいるカップにコーヒーを継ぎ足す時の表現です。これが高校入試問題として実際に出たようなんですね。かなり難しかったと思います。最後に、選択肢1番の other は何の意味があるのかと気になる人いるかもしれませんが、実はコーヒーをおすすめする時のもう一つの表現として、Would you like another cup of tea? A cup of coffee? っていうのがあるんです。Another cup of coffee だったら、今飲んでるコーヒーカップは置いといて、別のコーヒーカップにもう一杯入れてきます。もう一杯いかがですかという、コーヒーを勧めることに変わりはないのですが、ちょっと状況が違うという勧め方なんです。今の意味の違いは、大学入試問題では時々問題になるんですが、高校入試でこんなことが出るとちょっと難しすぎるなというのは私の感想です。いかがでしたでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。